区の陸上植物には、物質の輸送と植物体の支持に関わる維管束組織があります。維管束は、主に水を運ぶ導管、栄養分を運ぶ歯管、それらの細胞を生み出す維管束幹細胞など、複数の種類の細胞から構成されています。このように維管束は多数の細胞から構成されていますが、維管束が作られるとき、どのようにして細胞数が増やされているのでしょうか。根の中にある維管束は、根端にある分裂組織の中で作り続けられています。白犬ナズナを用いた研究により、ここではロンサムハイウェイ、LHW とターゲットオブモノプテロス5、TMO5 という2つのファミリーのタンパク質からなる転写因子複合体が重要な働きをして、維管束の細胞数を増やしていることが分かりました。実際、この転写因子複合体の機能が失われた LHW 機能欠損変異体では、維管束の細胞数が減少してしまいます。LHW-TMO5 転写因子複合体は、根の維管束領域の中央に一列に存在する導管の前駆細胞で働いています。ここで LHW-TMO5 は、植物ホルモンの一種であるサイトカイニンの合成を担う酵素の遺伝子の発現を正に制御することで、サイトカイニンの合成を促進していることが分かりました。作られたサイトカイニンは周りの細胞に広がり、そこでサイトカイニンに応答した細胞が細胞分裂を引き起こします。この細胞分裂が維管束を構成する細胞の数を増やします。一方で、LHW-TMO5 の制御により、サイトカイニンが合成される場である導管の前駆細胞では、ほとんど細胞分裂が起きません。そこで、導管前駆細胞でのサイトカイニン応答を調べると、これらの細胞ではサイトカイニンへの応答が起きていないことが分かりました。またさらに、LHW-TMO5 がサイトカイニンへの応答を阻害する因子の制御も行っており、これが導管前駆細胞の細胞分裂を抑えている一つの要因であることが分かりました。このように、根端で維管束の細胞数を増加させる過程は、転写因子による植物ホルモンの合成と応答の巧みな制御により担われていることが明らかになりました。維管束をはじめとする植物の組織形成の過程では、細胞分裂により細胞数を増やしながら秩序だって特定の形が作り出されていきます。このような研究から、組織形成の仕組み、その詳細な分子機構について今後さらに迫っていくことができると考えています。